まあ、ちょっとこっちから先はもうだいぶめちゃくちゃ先の話なんで、僕の本当にやってほしいのはもう生活の安定を手に入れたんだったら一回収入を手放して目の前の相手に貢献するっていうことに挑戦してほしいと思ってます。なんだから僕言ってるんですね、仕事辞めないでねっていうこと言ってますね。仕事辞めてなかったらお金いただかなくて目の前の相手に一生懸命貢献することぐらいできるじゃないですか。原価でやればできるからっていうのが今僕の提案してるモデルです。なんで仕事辞めずに目の前の相手に一生懸命貢献するっていうこと、まあすでにね起業してある程度行ってるセールスライターさんたちは、まあ生活の安定の金額では決めといて、それ以上の仕事的にはもう貢献するっていうような単価でやっていってみたりとかっていうこともまあやればいいじゃない。そうするとある日急にその自分の収入がドカンと上がる日が、まあ、来ます。なので僕はまあ前から何回もねオファーは出してるんですけど、なかなか手を挙げてくれる人がいないんですけれども、生きていけるためにいくら必要ですかっていう話、つまりここの収入ですね。短期的収入だけあればいいよ、生きていくためにいくら必要かでそれでやれるよっていう人がいたら、うちのチームで全員抱えてもいいと思ってます。その腹さえくくってくれればね、でもはっきりお伝えしておくと、20万です。月20万で生きていけるから人間は、なので月20万のフィーでうちのチームに入ってやっていきたい、挑戦したいという方がいたら、うちはその人をじゃあどのポジションで使うかなっていう検討が始まります。で実質月20万で入ってくる、来年は3人とりあえず年初から3人年初とか2月かな2月から月20万のフィーで3人来てほしいなと思ってます。なのでいろんな使い方があります。つまり意味不明に自分の必要な収入を高く取ってるせいで、こういうチャンスねに手が挙げられないっていうのはすごいもったいないですね。お金に左右されてすごくもったいない。あるいはこの3というね、こうあるべきだ、社長になったからには年収1000万さっさと達成して年収1億を達成しないといけないなんだみたいな、社会に決められた価値観で自分の人生縛られる意味もないのに。だから僕はすごい苦しかったですよ、年収1億やりたいなって言った時なんてね。なんでぜひね、お金が全てではないんだけれども、生きていく楽しく暮らすっていうところまではある程度お金の影響力が大きいので、まあまあ無意識の意識で操られないように生きていくためのお金、楽しく生きていくためのお金ぐらいは決めておいて、まあその中で今自分はどのフェーズにいるかを把握して、次の今何をやるべきかっていうことをね、選択やっていってもらえるような、そんな一つの基準にしてもらいたいなと思います。